第66回菊花賞は2005年10月23日に京都競馬場で施行された競馬競争である。ディープインパクトがサツキ賞、東京優春に続き優勝し、無敗でクラシック3冠を達成した。2005年菊花賞、最後の直線同年のボバクラシックはディープインパクトがサツキ賞、東京優春に無敗で優勝した。そして同馬は、 菊花賞まで無敗を保ち、無敗のクラシック三冠が達成されるかが注目されていた。同馬はトライアル競争である神戸新聞杯を解消し、三冠への期待が大きく高まったことで単勝1.0倍の圧倒的一番人気に支持された。同馬の対抗馬には東京優春三着の後、神戸新聞杯二着のシックスセンス、神戸新聞杯三着のローゼンクロイツ 東京優秀4着のアドマイア富士などが挙げられたが、2番人気のシックスセンスでも、単勝20倍が限界であり、ディープインパクトの人気は絶大なものであった。また、東京優秀において2着に入ったインティライミは、有力候補として注目されていたが、故障を発症し、菊花賞出走を断念した。インティライミが故障で回避、キングストレール、ストーミーカフェが、 天皇賞へ出走し、さらに、例年では多く出走する、条件馬も出走を避けたこともあり、クラシック競争である、菊花賞は4年ぶりにフルゲートを割り、16等立てで行われるという状況となった。2005年菊花賞、2周目4コーナーカーブの工房ディープインパクトはこれまでに内向スタートを切るが、1周目の坂からかかり始めた。直線で内へ入ると落ち着き、 ローゼンクロイツ、シックスセンス、アドマイア・フジラがいる中段付近に位置した。一方、前は、シャドウゲートとアドマイア・ジャパンが先行集団を大きく引き離して逃げた。そして、最終コーナーから直線に向くあたりで、アドマイア・ジャパンが先頭に立ったが、ディープインパクトはまだ動かず、残り400メートルを切ったところから追い込むと、道中では10馬身以上も差があったアドマイア・ジャパンを、 一気に差し切り、二馬身の差をつけて優勝した。また、勝利したディープインパクトの上がりサンハロンのタイムである33.3秒は、全出走馬の中でも突出していた。ありがとうございます。